皆さんこんにちは。個別指導塾教成塾長の小林です。中橋です。はい、今回のテーマなんですけれども、高校2年生の冬までにどこまでの段階にいれば国公立大学医学部が見えてくるのかというボーダーラインをね、今日お話ししたいと思うんですよ。はい、はい、でもちろんだからボーダーラインなんで、やっぱり医科歯科とか東京科学大学とか例えば東大でも京大でもいいんだけど、そういう反対とかそういう話はちょっと置いといて、まあ最低ギリギリっていうのもあれなんでね、まあいわゆる比較的国公立の中でも入りやすいところをいくつかイメージして、その中でお話をしていきたいと思うんですね。でまずですね、高校2年生の冬ですから、まあ当然なんですけど、もう言わなくても分かると思うんですけど、基本的なことは終わっててほしいんですよ。いやもちろんですよ、はい、例えばね、いや先生単語がとか、先生文法ポラリス1がまだ半分でとか、ごめんなさい、ちょっと論外というか、はい、申し訳ないって感じですよね。そうですね、本当におっしゃる通りだと思います。はい、でまずやっぱりそのレベルの医学部に合格するために、じゃあ一番何が重要かっていうと、当然ですけど共通テストで点数が取れることなわけですよね。間違いない。そう、これは間違いないと思うんですよ。でそうするとやっぱり高2の冬にあるのは何かっていうと、まあ、1年前の同日入試、同日受験っていうわけなので、まあ、その時にまず何点ぐらい取れるような実力があるかっていうことが、もうはっきり言えちゃうわけですよ。そうなんですよ。でこれ、ね、はい、怖いのは、例えばね、今って共通テストの延長線上に東大がなかったりとか、例えば早稲とか慶応だとぶっちゃけあんま関係なかったりとかしてて、ね、昔はねセンターの1年前がマジで目安になったんですよ。ただそれが目安に ならなくなってるんだけど、ごめんなさいなんだけど、国公立医学部はバチバチにこうつながってるんですね。バチバチに繋がってます。もうここで取れてないと、いやめちゃめちゃ頑張ってて、もう厳しいぞっていう話が言えてしまうわけですね。はい、なので、ちょっとそういうところも踏まえてお話をさせていただければと思います。はい。はい、で、まず一応、ね、今回ボーダーラインなんで、ちょっと甘めにいきます、はっきり言うと。まあもちろんね。そうそうそう。どうにかの人だから。そう、どうにかの人だから。はい。で、言うと、まず英語に関しては、正直共通テストで7割前後ぐらいは取れててほしいです、もう。いや、そうですよ。まあ、ワンチャン例えばリーディングが8割だったら、まあ、リスニングが6割ぐらいでも大丈夫。そういうのは全然あると思いますけど、やっぱトータル7割前後ぐらいは取れてる。もちろんじゃあ6割5分だったからダメなんですかって言ったら、そういうわけじゃないけど、まあ7割ぐらい取れる実力はあってほしいなっていうところではあるんですよね。ただね、実際ね、国公立大学医学部、はい、どこでもいいから行きたいですっていう人の多くが、あのね、47点から55点ぐらいに収まってるんですよ。そうそうそう、本当そうですよ。ここと70点の違いが1年後の違いなんですね。そう。で、いや、結局ね、あの1年後に8割なかなかいかなくて苦労するんですよ、やっぱり。で、あと1割あれば9割弱ぐらいだから、そのぐらいあればまあ医学部目指せるよねっていうような話が、なかなか英語だけで見てもそこに到達できないっていうのは、もう今の時点でやっぱ差になっちゃってるっていうところはあるわけですよね。そうですね。うん、だから逆に言うとさ、この冬にもう強手対策しっかりしましょう。そう、しましょうって話なんですよ、はい、本当に。で、やっぱり、まあこの時期、さっき言っていただいたように、単語とか文法とかでもう詰まってるようだと、もうはっきり言うともう浪人見えてますよっていう感じです。はい、なんだけれども、そのあたりがしっかり出てきてくれば、あとは長文の演習やったり、対策したりで、ちゃんと7割ぐらいだったら、まあ、いけるっていう可能性は十分あるわけですよね。だから、まずは、ちゃんと、その、7割取るために必要な土台が自分がちゃんと身についてたのかっていう確認のために、対策を逆にこの時期にしてほしいなっていうのは思いますね。確かに。はい。じゃあ、数学いきましょう。はい。で、数学はですね、一応、まあ、共通テストで言うと、まあ、点数で言うと、まあ、大体6割とかですかね、どうしても。そうだね。まあ、でも、理系なんで、例えばね、1A50、2B70 は OK ですね。そうそう、OK です。OK です、これはもう。ちょっとね、1A が、やっぱり特殊性がかなりやっぱり高いんですよね。で、下手すると 2B も、その今高2の人からは1A と同じような感じになるかもしれない。70分でやっぱ試験時間がなってしまうので、はい、まあ、そういう可能性ありますというのを考えた時に、あの 1A はね、ちょっと数学力だけで測れるものではない部分っていうのがあります。なので、まあ、とはいえちゃんと数学の基礎ができていれば50点は 1A 取れるはず。取れる、で 2B もちゃんと勉強していれば7割ぐらいは取れてほしい。まあ、もちろんね、2022みたいな難易度になったら別でしょ、話は。ただ2023とか2021を見る限りはそのぐらいやっぱ取れてほしいなっていうのはまずあります。そうですね、でそのためにはじゃあどこまで割ってなきゃいけないかっていうと、やっぱ青チャートの 1A2B の、まあ、大体練習問題、まあ、例題はまあできて、まあ、かつプラスアルファでちょっと苦手なところの練習問題やって、でそのあたりはもう8割9割普通にまあ即座に答えられるよって、で、まあ、解けない問題なんてもう 1,2 問しかないよっていうレベルにはなっておいてほしいなと思いますね。そうですね、まあ、一瞬余談ですけれどもね、時代は変わりましたよね。昔はね、センター試験と青チャート比べたらね、青チャートの方がパーセンテージ取れて
ってれば、例えばアウトで9割取れてれば、センター試験9割取れたんですよ。取れたんですよ。今逆だからね。逆だから。はい、いや今ね、あ、改めてね、客観的に言われてね、時代変わったなと思いました。はい、だけどやっぱりね、数学に関してもちょっと対策した方がいいと思います、うん、特にね、1A 苦戦する人多いんで。いやもうね、そうです本当に、はい、まあ、理系なんでね、うん、別にだからあの問題を単純にちょっとこう分かりやすい数学の問題に直してはいといてみたいな、うん、あの青ちゃんみたいなね、例題みたいな形式にしてはいといてって言ったら結構解けるんですよ、みんな医学部志望の子であれば、うん、だけどああいうね、ザーって文章にされて、うん、で穴埋めにされてってやると解けなかったりするんで、ね、そうですね、本当におっしゃる通りだと思います。だからやっぱそこはね、うん、練習した方がいいし、正直ですよ、来年の今、つまり直前期に必死になって1位やりたくないじゃないですか。最後ね、化学のちょっと詰め込みだったりとか、うん、まあ、物価のね対策、あとはほら、皆さん時代は公共ですよ、うん、そこの詰め込み時間当てたいじゃないですか、うん、来年のこの11月12月とかって、うん、そこで1位やりたくないんで、もう今のうちにやした方がいいと思うよ、うん、そうですね、うん、で、まあ、あとはまあちょっとプラスアルファの話をすると、まあ、やっぱり 3C もね、まあ、範囲ぐらいは終わっといてほしいな、ね、まあ、本当にまあお茶との例題ぐらいは本当はやっといてほしいけど、まあ、それが無理だったとしてもね、そのワンランク下の本当に、まあ、日本問題成功とか基礎問題成功とか、まあ、そういうようなレベルのものっていうのは、まあ、終わっててほしいなというのはありますね。そうですね、まあ、例えばですね、あの大学によっては、まあ、理科ないとこも受けられるじゃないですか、うんうん、ってことは多少ね、その理科の負担が減る分数学に回せるんで、うん、あの高3になってから、その数学に時間を使えるってケースも医学部の場合あり得るんですけれども、うん、まあ、だとしてもあの未着手はまずい、うんうん、基本的にはやっぱ1個の目安は基礎問題成功がちゃんと終わっていること、うんうん、になるかと思いますね、はい、であとはまあ次に重要な科目ってなると、まあ、基本的に理解になると思うんですが、です、はい、やっぱり、ね、まあ、その数学が難しいとかっていうのがある分、うん、理科の重要度ってのはやっぱ高いんですよね、かなりね、共通テストで結局最終的に8割5分から9割ぐらいはやっぱり取っておきたいっていうところは正直あると思います、はい、でそうなるとやっぱり、まあ、これでも東大の時とかと同じような話になってしまう部分もあるんですが、やっぱりリードアルファとかセミナーレベルのことっていうのは 100% ではないにしろ、その、まあ、例えばリードアルファで言うとリード D っていう、まあ、発展問題ぐらいはね、ちょっともしかしたらできなくていいかもしれないけれども、基礎的な事項ってのはやっぱり抑えておいてほしいなっていうふうには思うんですよね。そうですね、うん、だから、まあ、ちょっとこれもね、だから勉強と点数が理科ってそのままイコールになりにくいんだけれども、そうですよね、まあ、でも、まあ、あくまで目安ですよ、言ってないとダメとは言うけないけど、目安としてはでもやっぱ6割はちょっと取ってほしいですよね。そうですね、まあ、もちろん例えば、まあ、去年一昨年科学難しかったです、そう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 、でやっぱそうなったらじゃあ4になっちゃいましょう、これはしょうがないです、そうそうそう、ただ去年の物理簡単でした、あのレベルで6割取れなかったらやっぱ厳しいです、みたいなところはあると思うので、やっぱりそうですね、特に去年の問題とか解いてみて物理の問題だったら、まあ、これ6割ぐらいだったら普通に取れるなっていうのは目指しておいてほしいし、まあ、去年の生物とかだったらもう逆に4割でもね結構頑張ったなみたいな感じですから今だったら、うん、っていうところはあると思うんですけど、まあ、少なくともね、難しかったなとか簡単だなとかっていうのが分かるぐらいはやっておいてほしい。そうそうそう、どうせね何も分かんないまま行って、うん、なんか今年平均点低かったらしい、ふーんっつって13点とかって書いてて、でも多いよね。いや、多いよ、多い、多いですよ。あの、本当に、まあ、13点はちょっともしかしたら言い過ぎかもしれないですけど、なんか28点とかはマジで見るんですよね。いや、10点台いるよ。10点台、まあ、いますね、10点台。まずだから、僕何人かっていうとね、全部マークしたって、うん、してないです、分からなかったから。まずマークするところから始めようか、みたいな、うんうん。うん。途中でマークを諦める人いるからね。まあ、そうですね、確かに。まあ、本当にね、ただ、まあ、ちょっと理科もね、非常に、まあ、重要度高いですし、まあ、理科で二次試験にない大学ありますけど、やっぱ共通テストでは必要なんでね。間違いない。うん、で、共通テストの理科もやっぱ難しくなってるんで、でうん、やっぱりまあ一筋縄ではいかないですし、もちろん細かい知識が出るから逆に8割9割取るっていうのはもう無理ですよ、購入の時点で、うんうん、ただ、まあ、できればね6割ぐらい目指してほしいし、まあ、逆に言うとどんなに悪くても4割ぐらいは取ってほしいかなっていうのはありますかね、うん、正直言うと、そうですね、うん、それはあると思いますね、はい、まあ、1個目安やっぱ6割を、まあ、あくまでイメージですけどね、イメージ目標6割で、うん、でまあ5割切るようだったらちょっと黄色信号だからしっかり勉強ね、うん、もう一回こう立て直してほしいですよね。そうですね、まあ、正直20点台とかだったら多分ほとんど何も身についてないのと同じって感じなんで、そうは絶対ならないでほしいっていうのが一つありますね、はい、はい、であとはまあ国語社会に関してなんですけれども、まあ、社会はねなかなかまあ理系の方で医学部志望でってなると今すぐにっていうのは難しいと思います、やっぱり社会は。そうですね、うん、学力的にどこかじゃないんだけど、ぜひねやってほしいのが、あの共通テスト あのサンプル問題があるんですね、うん、今高2の方だ、皆さんの学年からこういう問題に変わるよってサンプル問題があるので、それググれば出てきますから、うん、それ見てあの科目を選ぶとこまではやっといてほしいですね。まあそうですね、はい、うん、まあ、結構僕もそんなの受けます、地理で行くのかとか、うん、
いやそれこそ公共系でいくのかとか、うん、いやえ先生あえてねあのやっぱ日本史って返した方がいいんですかとか、うんうんまあ、いろいろありますって考え方もあの一個が正解ではないんですけどやっぱ決めとくの結構大事ですね。で、そうですね、必要があれば今のうちに学校の先生とか塾の先生に、うん、あのヒアリングというかね質問してでちゃんと同日にはその科目で受けてみると、うん、一旦ね、うん結構これ大事ですよね。そうですね。うちの塾でもなんかよくわかんないけどその高2の最後に入ってきてなんかよくわかんないけど今まで地理やってきたけど地理実は20点とかしか取れないんですよねみたいな生徒さんいるんですよ本当に。でそうするといやいや今からでも現代社会に変えた方がいいでしょとかっていう話も何回もしました、はい、うん。だからまあ現代社会なくなってしまうんで、そうですね、まあ、公共倫理とか公共政治経済とか、はい、そういうような科目をね、まあ、やった方がいいとかっていうことを十分あり得ると思います。あの特にね多分学校の先生はですよ、僕の想像ですけど、やっぱ科目は変わんないから今年は地理だって言ってる先生多いと思うんですよね。多いね。なんですけど、見てみたら全然実は蓋を開けたらそんなことないっていうことはね、めちゃくちゃあると思うんで、よかったら確認しておいてほしいなと思いますね。はい。じゃあちょっと最後、はい、最後じゃないですね。プチおまけで、はい、僕のおすすめの科目言っちゃっていいですか？あ、どうぞお願いします。僕のおすすめの科目ですね。ごめんなさい、これ半年後に変わってるかもしれないですけど、今僕が持っている情報の中で言うと、公共政治経済です。なるほど。はい。これなぜかということを話すとまた時間かかっちゃうんでやめますけども、うんそう地理ねみんな受けすぎなんですよ、うん、でやっぱ上位生多すぎて多分ちょっとね難しくなりそうな気がするんですよね。そうですね、あの実はですねその辺の話、はい、メディカルチャンネルあメディカルチャンネルしてるあやられたと急いでメディカルチャンネルあこの動画最後の見てからメディカルチャンネルに行ってくださいそうですね、はい、もしかしたらちょっとね前後するかもしれないですけど自分がもう取ってはあります、はい、なるほどね、はいはい、ということでございます。まあ、はい、別にでも好きなもの選んでいいんですよ。だから決めといて、うん、ちゃんとね例えば4月とかどっかのタイミングで勉強スタートできることが大事ですね、うん、はい。であと最後は国語か。そうですね、まあで国語に関しては、なんてでしょうね、まあ、さっきの、まあ、他の動画の話じゃないですけど、まあ、漢字ぐらいはやっといてほしいなっていうのはありますね、まずね。でもね、僕ね、国公立医学部こそ、はい、高2の同日受験の時に、国語100点っていうのがめちゃくちゃ重要だと思う。なるほど、はい、うん、なんでかというと、やっぱり僕もね、文系ずっと見てきてて思うのは、うん、100点を超えられる子と超えられない子の違いがでかい。なるほど、はい、昔はね違ったんですよ。120点がね1個目安だったんだけど、今ちょっと文章量とかも多くなって100点か110点ぐらいが1個の目安。うそう、だから全部半分取れるよねぐらいの力を高2で持ってれば、その本当のゼロから古文をやり直したりとか本当のゼロから漢文をやり直したりとかしなくてもいい子が多いんですよ。うん、ただ87点みたいな子って言うじゃない、医学部志望でも。います、うん、そういう子って結構本当のゼロから古文漢文やり直しみたいな、ああまあそうですね、意外と時間かかるんですよね。そう、あの、うん、結構ね本当に高3の夏になってご入塾いただいた生徒さんとかですっごい理系科目英語できるのに、うん、共通テスト90点国語みたいなので、で結果合計690点の医学部厳しいんですみたいな生徒さんいるんですよね、うん、そう本当に。でもねリアルにいて、でそういう人があの私立の御三家とかに行ったりするんですよ普通に、うん、でそのぐらいの学力ある子でもそういう風になったりすることあるんで、まあ、確かにそこは一つの試金石として見といてもらえるといいのかもしれないですね。そうですね、うん、逆にやばって思ったね、あなたは冬休みの間にね、まあ、例えば古文漢文だけでもいいし、まあ、漢文だけでもいいから、うん、もう何かねやっといてほしい。もちろん、うん、本当に時間なければ漢字だけでもありだと思いますよ、はい、はい、というわけでね今回は高2生の冬で、どのねボーダーラインなのか、まあ、医学部に受かるためにはということで、まあ、国公立をテーマに今日はお話をさせていただきました。まあ、引き続きねキャスメディカルのチャンネルでもさっきのちょっとお得な選択科目の情報が出てるということなんで、うん、ちょっと見に行っていただいたり、あとねキャスエスメディカルでは塾生ね絶賛募集中ですので、うん、いやもう医学部目指すぞというね、まあ、高1生高2生の方、なんならね中学生の方もいらっしゃいますので、うん、ぜひお問い合わせください。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。